皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。 Google Earth 驚愕南極の不思議な場所10選、今日は視聴者さんがまたまた発見した南極に宇宙船と基地を発見したということで、私にコメントが来ました。その座標情報を教えてもらいましたので、今日はそちらを詳しく見ていきたいと思います。なんと、あの前回投稿しました火星の南極にある建造物とそっくりであるということが分かりましたので、皆さんと詳しく検証していきます。写真の方からです、どうぞ。こちらが今回この赤枠内で見つかった、これが、まあ、横から見るとまるで地球のスペースシャトルのような宇宙船だということが分かると思います。石とかそういったものの見間違いではないということが分かると思います。ここに後で寸法を測りますが、この全長が約 23.25m あります。そしてここら辺の高さも 3m 近くありますので、まあ、詳しく後で測っていきたいと思います。これが岩とかそういったものの見間違いでないということに、ここに線を引くと綺麗な線が引けます。水平な線と直角の線が出てきます。後で詳しく見ていきます。それではこの場所ですね、この赤枠内で発見した南極大陸のこの赤枠内です。北方向にある部分となります。割と内陸じゃなくて海に近いところの、まあ、山岳部の窪地で発見されました。そしてそれがこれが窪地ですね。こういう黒くなった部分、この大きな、まあ、氷河といいましょうか、雪の塊、そのくぼ地に切れ目ができたところに彼らは、まあ、様々な、まあ、設備機械だったり、まあ、火星と同じような、まあ、建造物構造物を建てているという、今日は見つけた10選を、まあ、火星の前回投稿しました写真と比べながら見ていきたいと思います。まず一つ目、目印11で発見したこのあの割れ目の中にあります、洞窟の中にあります何か機械的なものです。緑色に光る奇妙なこれが機械となります。おそらく設備のような機械で、まあ、電力を発電機のようなものかもしれません。あくまでも私の推測と試験となります。これですね、まあ、これが岩やそういったものに見えるでしょうか。これが拡大したところです。下にパイプのような構造物、クランクシャフトのようなものが見えております。この辺にもありますよね、まあ、後で詳しく見ていきます。そしてこれですね、また違った場所、目印9の1、この辺にこういう構造物があって、さらに空中に浮いたような感じでこういった宇宙船のような、まあ、組み立てラインのような構造物が見えます。これ前回投稿して火星の南極にあったあの構造物、建造物にそっくりだと思いませんか。このパイプライン上の、まあ、土管のようなもの思い出せませんか。今かなり視聴率上がっておりますが、まあ、火星の南極の都市ということの、まあ、表題で今私のチャンネルに投稿しておりますが、それに続いて南極にも同じものがあるという、この存在はどういった意味があるのでしょうか。そしてこれがその、まあ、あの火星と比べてもらえば分かります。ここにありますよね、こういったホロ穴のような割れ目の中に作られた基地のようなものです。そしてこれですね、引いたところ、これなんか火星そっくりですよね。これがまるで南極大陸にあるとは思えない、これが、まあ、上空からの衛星写真となります。これですね、窓のようなものまで見えております。大きな入り口です。そして下にもこの辺にもありますよね。そしてさらにさらにこれもそうです。見てください、こういった割れ目の部分に空中に浮いたように作られている不思議な、まあ、構造物です。ここに大きな窓のようなもの、まるで宇宙船のようなものをこう繋いだような感じですね。前にもこんな感じで、はい、果たしてこれは岩の見間違いでしょうか。拡大しても岩はこのようには見えません。
後で比較して同じ割れ目のような部分を拡大したものと比べてみたいと思います。そしてこれですね、これがそのあの窪地にできた数々の構造物です。怪しい構造物、これです。かなりぼかしがかけられてますが、これが岩がそんなふうに見えているものだとは思いません。雪とかが溶けたものがつらのようになって見えているものではないと思います。氷柱とかあの氷の柱とかがそのように見えているものではないと思います。皆さんのご意見、推測お待ちしております。これがまたまた私のチャンネル登録者さん、視聴者さんが発見した驚愕の場所となります。第1回で、この南極でこういったものを数々投稿しておりますが、あれとはまた別の場所で発見されたものとなります。そしてこれですね、機械的なものです。ここにこういうふうにあって、これが機械のようなものです。機械のように見えませんか？どうでしょうか？はい、後で寸法なども詳しく測っていきたいと思います。そしてその横にあるもの、これです。何か発電機か、機械のように見えますよね。構造物というか何かの機械のように見えます。そして次です。これが火星にあった、思い出してもらえばいいと思いますが、今投稿しておりますのですぐ見れますが、火星の南極部分にあったあの構造物とそっくりではないでしょうか。非常に酷似しているところがわかると思います。この比較写真をお見せしたいと思います。そしてこれですね、ここにも窓があって、こんな変わった、アンテナのようなものが見えます。そしてこれが家的なものでしょう。窓があって、左に流していくと、右に流していくと、これですね、構造物がはっきり見えます。ここにもありますよね。そしてこれが今回メインです。宇宙船のように見えるものです。実際に空間に浮かんでますね。この穴のような部分に大きく横から撮ったような、まるで地球でいうとこのスペースシャトルを横から見たような宇宙船がはっきり映り込んでおります。これのサイズ、全長、幅とかも後で詳しく見ていきます。今日は特番でお送りしております。南極で見つけた、火星人の、南極に作られた基地にそっくりなもの、また火星にあるものとそっくりな、構造物、基地のような建造物も発見しましたので、比べていきたいと思います。これが、比較するために前回投稿した Google Mars、 火星にある、クレーターのところの構造物です。銀色に光っているもの、それとこれですね、引いたところ、よく覚えておいてください。比較画像をお見せします。これです。これが南極で今回発見したものです。そして右上、こちらの写真が火星です。比べてください。私は全く酷似した同じものだと思われます。若干この辺の窓の位置とかそういったものは違いますが、設計思想が完全に酷似していると思いませんか。こちら下の方に見えているのが南極の建造物です。そして右上が今話題で、4000人以上が視聴しております火星の南極部分で見つけた、これが建造物の写真です。見てください。2つはもう非常にもう酷似している同じものだと思われる設計思想で作られたものだと思われます。ひょっとしたらもう火星人は地球に来て南極にもうこういったものを作っているものなのでしょうか。皆さんのたくさんの推測、コメント、情報をお待ちしております。この座標は概要欄に貼っときますので、皆さんぜひその目で見て私にコメントください。今日はスクープ特番、視聴者さんがお送り見つけてくれました座標から今日はスクープをお送りしております。久々、南極で不思議なものが映り込んでおりました。これがまた宇宙船のようなものですね。組み立てラインの、宇宙船のようなものがここドッキングさせられて、パーツパーツごとに組み付けられているように見えます。そしてこれも立体的に見える構造物です。そして次です。これもそうですね、この上に小型の宇宙船のようなものが浮いてます。そして下にあのマンションのような
火星で見たような構造物が見えます。見てください。アンテナのようなものまで見えております。そして次です。これが先ほど火星と同一似ているそっくりの構造物だというものの、これが拡大画像となります。はい、どうでしょうか。はっきりここ窓のようなものがあります。ここにもありますね。ちょうどその窓も中央部分にあります。これもそうですね、まあ、こういったものをここで連結しながら作られた連結構造物だと思われるものの、南極の、まあ、構造物のアップ写真を見せております。そしてこれですね、これも、まあ、何かその連結して作っているところがこういうふうに、まあ、写っているというものです。これが岩とかその氷柱、氷の柱に見えるでしょうか。皆さんの、まあ、本当の意見、まあ、本当の正直な意見をお待ちしております。そしてこれです。はい、どうでしょうか。普通の氷がそのように見えているものなのでしょうか。そしてこれが一番不思議な場所ですね。まずこれが宇宙船に見える、右横に浮いたように見えているところ、そして下にありますよね、こういった構造物。そしてここをズームするとちょっとピラミッド状の、はい、工場のような大きなシャッターの入り口のようなものがあるもの。そしてこれもそうですね。はい、どうでしょうか。今回またまた視聴者さんが見つけて南極に飛行機のようなものを発見しましたので、ラプ TV さん確認してもらえますかということが来ましたので、確認したところ、私は驚きました。これが一番驚きましたね。これは自然にできるものではないです。完全に水平、綺麗な線が一直線に引くことができます。そして直角も出ております。これは間違いなく計算通り作られた宇宙船だと私の試験ですが思います。皆さんはどう思いますか。それでは詳しく見ていきたいと思います。それでは実際に Google Earth、 これ南極を立ち上げたところです。それではその場所を飛びます。どうぞ。はい、この場所になります。これもう少し引くとこういった感じですね。南極のこの辺雪があって、そこがどういったわけか、温度が低いのか、この辺氷が溶けてますよね。そしてかなりのくぼ地になって影ができ、この中の一番深い部分のこれです。雪とかそういったものではないことがわかると思います。ずーっとこれを、まあ、はい、ズームしていきます。はい、ズームしました。これです。これが今回のメインの、まあ、視聴者さんが飛行機ではと言った方ですが、飛行機ではなく宇宙船だと思われます。羽がありませんよね。それでは実際に寸法を詳しく測っていきたいと思います。まず全長です。見てください。これちょうど黄色い線がまっすぐ引いても曲がったところが全くありません。はい、この辺ですね。全長がこれです。23.44m、 割と短いですよね。 23.44m。 そしてこの分厚い部分の高さ、はい、これが 5.40m、 5m、 約 5m。 そしてこの次に太い部分が、ここが 3.27m、 一番最先端の細い部分の、まあ、厚みといいますか、幅がここが 2m、約2メーター、直径2メーター、02メーターあります。2.02 メーターあるということです。ここの推進力のエンジン部分が、はい、高さが 3.25 メーター。そしてこの空洞のような部分、空いているところが 4.01 メーター。高さが、はい、これが、まあ、62センチでしょうかね。ということになります。この隙間ですね、空いてるところです。こんな感じです。皆さん、これは果たして、まあ、ただの何か岩がそう反射して見えているものなのでしょうか。
そしてもう一度直角が出ているところをお見せします。これまっすぐ下ろしますよね。黄色い線。はい、見てください。完全な、まあ、この面が直角だということがわかると思います。ここもです。はい、少し丸みがここありますが、これが 2.97m ぐらいあるということです。そしてここも水平、完全な線をまっすぐ引いても全く歪みがない一直線の水平であると、水平が取れているということになります。果たしてこの物体は南極に知的生命体がもうすでに基地を作っているものなのでしょうか。下の方にもこういった構造物が見えております。かなりぼかしがかかっておりますが、この辺にも機械的なものが見えて、これが台形状の先ほど言ったものです。真ん中に大きな入り口があります、長方形。そしてここにパイプライン状のものが、まあ、連結したような構造物が見えているという、これが一番、まあ、その視聴者さんが驚いた、まあ、飛行機のようなものが飛んでますということで、これ羽がないので、まあ、スペースシャトルのような形をしたものが、まあ、彼らの宇宙船だと思われるものが、こちらが前だと思いますね。これが推進装置の部分だと思います。割と小型の宇宙船だということになります。はい、この部分ですね。それでは、まあ、見つけた10線見ていきます。はい、移動するとこのようなところにもあります。はい、これも視聴者さんが教えてくれたものです。はい、こうやってズームアップすると窓があります。2つ並んで、まあ、細長い窓、長方形、そして正方形の窓、そしてここですね。ここなんかまるで何か変なものが飛んでますよね。それかアンテナのようなもの、構造物かお城のように見えます。そしてここにもありますよね、あの火星の南極部分で見つけたものが地球の本当の南極部分にもこういうふうに存在しているという、今回は写真をお見せしております。雪や岩山がそのように見えているものではないことがお分かりになると思います。これもそうです。ズームしていくとこのように見えます。はい、どうでしょうか。ただの岩がそう見えているものなのでしょうか。ここもそうですね、構造物があります。窓が左右対称に並んでいるというところが知的生命体が作っているものである証拠ではないでしょうか。そして目印1です。まあ、今日はロングバージョンで、まあ、特番でお送りします。これですね、はい、これが空間に浮いている連結構造物。そしてさらにここの部分、はい、これが、まあ、火星の構造物と酷似している構造物だという部分になります。この辺からぐーっと上がってきてます。この辺には何もなくてこの辺ですね。そしてずっとこの、まあ、尾根の部分に沿ってこういうふうに作っていると。ここは深いもう谷だと思いますね。はい、クレバスのようなものだと思います。そして目印2です。はい、こういった構造物です。これもそうだと思います。どうでしょうか。まあ、主だったとこ全部は貼れませんので、主だったとこの、まあ、座標は貼っときますので、その目で見てください。これが機械的なものです。宇宙船かもしれません。ここにあります。はい、ここにはっきり窓のようなものが3つ並んでます。三角形にこう見てください。ここにも入り口があってこれです。そしてここにもあります。機械的なものがこのように並んでます。そして目印4です。はい、目印4がこれが、まあ、宇宙船のようなものですね。これも長さ測ってみます。この全長が約ここまで測りましょうか。これが 39.92m、 一番厚みこの幅です。厚いところが 5.22m あります。ということは約、まあ、地球人に近い、まあ、身長か、それより若干小さいぐらいの身長の、まあ、生命体であるという推測が出てきますよね。宇宙船の大きさを測るとだいたいわかると思います。そしてここにもありますよね。見てください、これ岩肌ではないと思います。岩や
その氷が溶けてできた、ま、ものが見えているものではないと思われるもの。かなりぼかしが入っておりますが、ここズームすると見てください。これも垂直ですよね。ここいいですか、線を引きますよ。ぐーっと線を引くと、はい、もう完全な水平が取れております。そしてここもまっすぐ引くと垂直だということがわかる、まあ、構造物があるということになります。そして目印6です。まあ、今日はロングバージョンでお送りしております。そしてここにもありますよね、はい、これが立体的な、はい、構造物です。前方向にこういうベランダみたいに出た空中都市のように、はい、広場のようなものまであって、その上にこういう連結構造物を作っている。そして窓があります。そして後ろの方、こういった感じです。どうでしょうか、これです。そして目印7、目印7いきますね。目印7、はい、目印7はその上方向にあった先ほど見せた火星のあの都市のような基地のようなものと酷似した作り方です。ここにもあります。そして目印8です。今日は全てお見せします。目印8がこの切れ目の、はい、プレパスのところに作られた長方形の建物とアンテナのようなものです。そして目印9、はい、ちょっと離れた下方向で発見した、はい、構造物です。これです。ここら辺行きたいと、ここら辺組み立てていますよね。ズームすると分かると思います。これ、はい、どうでしょうか。この辺も見てください。ここも機械的なものがはっきりと映り込んでおります。まあ、もっと詳しく見るとね、まあ、たくさんありますので、ぜひその目で見てみてください。何か新しいものを発見した場合は、私にコメント欄に座標を送ってみてください。そして目印10です。ここにはっきりと長広いクレーンのような、はい、構造物が飛び出しているのがわかると思います。これも、まあ、水平であるという証拠と長さを測ってみます。この飛び出している部分、まっすぐ行ってここまでです。これが全長 13.29m、 高さが、幅が、はい、1.99m、 約 2m ですね。そしてこの全体の長さでいうと、ここからは 20.27m あるという物体になります。明らかにここがもう水平ですよね。何度も言ってるように、知的生命体が、これが普通の石だったらこんなにこの線を引いた時にまっすぐ水平にはなりません。そういった感じでまっすぐ伸びた何かが存在しているということで、ここぜひ調べてもらいたいでしょうね。火星は、まあ、行くのに時間かかりますが、膨大な費用が、この南極大陸だったら簡単に行ける場所なので、これは海から内陸に入らないでかなり近い場所にあるので、まあ、アルゼンチン軍か、まあ、チリかの、まあ、軍隊だったらここヘリコプターでも行ける範囲だと思うので、ぜひ調査してみてもらいたいものですよね。そして目印11です。こちらがその一番不思議な緑色をした機械が映っているところです。どうでしょうか、はい、あとこの辺にもありますが、ちょっとこの辺暗くてね見えませんが、この岩穴のちょうど長方形のようにくり抜いた中に存在するこの不気味な緑色の機械、はっきりと設備のような機械に見えます。この寸法も測ってみたいと思います。だいたいここからここまでが、はい、26.54m、 縦の長さ、この辺まで測ってみます。はい、これが 7.21m ある巨大なものであるということがわかると思います。そして下のパイプラインも、これも私が何度も言うように線を引くと全くの水平で曲がってないということがわかると思います。一直線で作られているということは、設計思想に基づいて計算されて作られているものだということになるので、これは知的生命体の構造物であるということがわかると思います。皆さんのたくさんのご意見お待ちしております。最後に比較したところ、その
同じクレバスのようなところを見つけましたので、普通のところとの比べてもらえます。普通のところズームしても、これが普通の何もない状態の、はい、通常これです。岩だと分かるですよ。分かりますよね。暗くなって、これが通常、まあ、常識に見える何も作られてない岩肌やこのクレバスのところです。はい、先ほどのは不思議でしたよね。もう一度宇宙船のところに飛びます。普通のところと比べてもらえば明らかにこれは違うと、宇宙船のようなものが、まあ、クレバス上に浮かんでいるものだと思われるものがこれということになります。これをぐーっと引くとここにもあるし、ここにもあるということで、果たしてこれは何でしょうか。何これで今日はご紹介しました。この南極に存在するスペースシャトルを横から見たような宇宙船は火星人の、まあ、基地の宇宙船なのでしょうか。たくさんの情報コメントをお待ちしております。最後にまとめた動画見ながら終わりたいと思います。ロングバージョン、今日は視聴者さんがまたまた見つけた南極の、まあ、火星人と同じ酷似した構造物を発見したといったところで、宇宙船まではっきり写っているところを今日は驚愕画像を皆さんにご紹介しました。皆さん、これは何でしょうか。何これです。皆さんのたくさんの推測コメントをお待ちしております。仮説でもいいです。ではまたです。ラピ TV でした。それではまた次回不思議なものでお会いしましょう。